とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備使っていこうと思います。愛のスペル棒ですね。この前、古代狩りで出ました。クールダウンショット、アーティファクトチャージのマルチショットですね。で、愛のスペル棒、もともと激怒がついてます。まあ、1なので、発動率 20% ぐらいだったかな。ちょっと微妙ぐらいな感じだけども、でも多分このマルチショットでガシガシ当てれば敵が怒りまくっていい感じになるのではないでしょうか。はい、ということでデイリー行ってみましょう。それでは行きましょう。フルメタルにこれだね、心奪うものできてます。で、愛のスペル棒が無限がついてないんだよね。なのでちょっと心配なところはありますけども大丈夫かな。うん。で、今回がモブの速度が 50% アップでゾンビに置き換わるかな。ちょっと待って、全然激怒が発動してくれないな。こんなもんだったっけ。あ、発動したけども、発動するけどもっていうところか。そうね、もうちょっと遠くで敵に当たって発動してくれればいいんだけども、そうか。これね、愛のメダルとね違うんだよね。愛のメダルは確実に敵に向かって歩みを進めてくれるんだけども、この激怒はね、近くにいるやつをターゲットにするなのよね。なので、まあわよくば敵を攻撃してくれるかっていうところか。もうちょっと精度が良ければいいんだけども。そうね、マルチショットつくよりもやっぱりね、バーストボーストリングついた方が、これにはいいかな。なるほどね。激怒で怒ったやつに、普通のモブが攻撃をするっていうことはないもんね。愛のメダルとは違うんで。そうかそうか、ちょっと使いにくいかな。なんかイメージしてたのとは違うな。まあまあいい場所ではね、いいと思うんだよね。だけども、そうね、ああでもあそこは、いやそうでもないか。あ、神秘出ました。もっとこう敵がね密集してるところのど真ん中に怒ったやつを置いていっちゃうと多分結構違うんだよな。し、なんだ、クリーパーに置き換わる、これどっちなんだゾンビにも置き換わってクリーパーにも置き換わるっていう、なんか変なエンチャントがつきましたけども、まあ、ちょっと嫌な感じではあるね。クリーパーに置き換わるなっていう話ですよ。で、こっち側に行ったら多分いるんじゃない？発動率もそんなに良くないよね。もうちょっと発動してくれてもよかったかな。この性能ならね。でもまあまあ十分ではあるのかな。まだ今のところそんなにね、激怒の強さは感じられておりません。何？モブ速度 50% アップ？あ、違う！プレイヤーの HP が 20% 減少。だね。なんてことない。だってついさっきまで無謀クエストやってたんで、なんてことないですね。ただ、矢の少なさがちょっと気になるかな。これ途中で、増殖していったら良さそうかな。の方が確実かもしれません。あ、ここは何もありませんね。では、ちょっと増殖しながら、キャプテン探していきます。お、いる！おい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 ！すっげえな。オッケー。神秘、お、ラスト神秘じゃん。何？ん？あ、近接モブが待ち伏せを持ってるか。なるほど。やばいやばいやばい。待ち伏せね。
え、でも待ち伏せって発動しないでしょ。だったまあまあこっちが後ろから攻撃されたりすればいいのか。いや、わかんない。相手の待ち伏せの発動条件がわかんないけど、あれなんだろう、自分に意識が向いてないならばダメージが上がるんだよね。え、どういうことだろう。俺多分意識は全部に向けるからダメージ増えないような気するんだけど、もしかすると背後から攻撃されるとまずいとかかな。わかんないね。まあまあそんなきついやつではないでしょう。ちょっと待って、これ待ち伏せさ絶対発動するわ。これ確実にダメージが上がるってやつだ。別に正面から攻撃されようが後ろから攻撃されようが一緒じゃん。ただただダメージが増えるやつ。え、これスキルレベルなんだろう、変更点でつくやつって。 3?3 だったらこれ 45% ぐらい確か変わるよ。とんでもないきついスキルになってるのかもしんない、待ち伏せ。これやばいかもしんないぞ。ちょっと待って。ていうかこっちの激怒が全然発動してる気がしない。激怒発動してんのかこれ。キャプテン発見。やっぱね、アンチャンティングはね、このデイリー3とかではかなり役に立つね。うん、確実にダメージが2倍になるから絶対強いわ。あー、いた、よかった。おっと、すっげえのがいるな。でもアンチャンティングついてれば特に問題なし。オッケー。で、脅威がこれで2。多分あとは最後じゃない。ではラストですね。多分最後の強制戦闘する場所の反対側、あっちにねいると思うんだよな。でね、ちょっと使った感じで激怒ね、そこまで発動しない。発動率こんな悪かったっけ。もうちょっとね、しっかり発動したような気もするんだけども、ちょっと昔の記憶で、どうなんだろうな。まあまあ、発動するには発動すると思うよ。ちょっと、ちょっと待って。OK。よし。OK。発動するには発動するんだけども、あれだよね、マルチショットよりは、バーストボーストリングが絶対欲しい。うん、マルチショットでバンバン撃ったとしても、当たらないなら意味ないんだよね。なので、それよりも、バーストボーストリングで確実に3体にね、当てていった方が良さそうですね。これもまあまあ、使い方次第ではすごいいいとは思うんですけどね。難しい、使い方は。やっば。じゃあ今回は1回も死んでないので多分クリアできるでしょう、問題ない。最後の最後でね、ちょっと前やられちゃったことがあったので、今日はちょっと気をつけていきます。まあ、気をつけようもそんなにないんだけどね。まあ、一応気をつけながらねやっていきますよ。しゃ、おい、待ち伏せつき。この待ち伏せがね、何パーセントダメージアップかが気になるね。確実にこれね、待ち伏せが発動するから 100% 発動するのよ。なのでちょっとそのパーセンテージが気になるね。どれぐらい上がってんのか。まあスキルレベル3だったらもうやばいからね。でもなんかね、3のような気がするんだ。よし、OK。これで終わりだ。OK。はい。ということで、今日はね、これ、愛のスペル棒使ってみました。クールダウンショット、アーティファクトチャージ、マルチショットですね。
激怒はね、そこまで発動しません。そこまで発動しない。うん。でも、たまに発動するんで、それが意外と役に立つっていうところも出てきます。で、マルチショットよりも、バーストボーストリング。それが絶対に欲しい装備だということが分かりました。なので、厳選を頑張ります。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。